さて、続きましては趣向を変えて小編成のために書かれた作品をお送りいたします。最初は金管楽器が主体となったアンサンブルでお送りする鉄のファンファーレという曲です。ファンファーレといいますと、華やかな宣伝や優勝を祝福するときに象徴的に使われている、そんな印象がありますが、この作品は硬く冷たい鉄をイメージさせる冒頭から、時に鋭い光を放ちつつ鉄の響きを感じさせます。華やかさだけではないその異色さは、まるで自衛隊の艦艇をもイメージできるのではないでしょうか。そんな個性を感じさせるファンファーレをお届けいたします。では準備はよろしいでしょうか。では8人の金管奏者とピアノ演奏による鉄のファンファーレです。お聴きください。ありがとうございました。冒頭のピアノパートも印象的でしたし、そこから展開していく金管楽器のアンサンブルはまさに鉄をイメージさせるクールさがありました。そこに力強さもあって荘厳さを感じさせる、そんな鉄のファンファーレお届けいたしました。